皆さんこんにちは、ウィッシュウィンドオーケストラの甲斐誠です。今年もこの季節がやってまいりました。課題曲です。例年ですね、ウィッシュウィンドオーケストラの方では、YouTube に公開するために収録を行って皆様のもとへお届けしているんですけれども、今年はなんとこちら、コンサートを開催する運びとなりました。期日は2月の7日の木曜日、19時30分開演です。通常、私たちのコンサートはだいたい19時から開演というのが多かったんですけれど、今回は30分ほど遅らせていただいて19時30分になっております。こちらの部活が終わった時間でも会場に駆けつければ間に合う、お仕事が終わった後でも間に合うというような時間設定にさせていただきました。会場なんですけれども、今回は埼玉県に会場を移しております。埼玉市民会館大宮という大宮の駅ですね、徒歩15分で会場まで着くかと思います。ぜひお足をお運びください。チケットに関しましては、全席自由の1000円でご案内しております。購入の方法は、動画の概要の欄にも詳しく書いておきますけれども、こちらですね、ウィッシュチケットストアで購入いただく方法、チケットピア、それから E プラス、そして事務局に直接お電話、E メール送っていただくという方法いくつかございますので、ぜひ購入しやすい方法を選択いただければいいのかなと思います。ウィッシュの課題曲コンサートは実は演奏だけではなくて、今回作曲者4名お呼びしておりますので、私と曲についての解説を一緒にしていきたいというふうにも考えています。演奏についてのワンポイントアドバイスであったりとか、それから曲の成り立ち、経緯、作曲の経緯なんかも生の声で聞くことができます。おそらくこれからたくさんの会場で、いろんな団体さんが課題曲のコンサートを行うかと思うんですけれども、ぜひですね、いろんな団体のいろんな課題曲の演奏を生でお楽しみいただきたいというふうに思っています。皆様のご来場お待ちしております。